その他全て完璧に動くよ。ただ運転していて一つ気になったのはサスペンションがいまいちだ。いまいちというと？車の状態はそんな感じだ。さあ降りよう。切り上げないでよ。このモデルのサスペンションはかなり複雑なんだ。整備は楽じゃない。頑張って。業者で仕入れたんだ。しかもかなり安く。君は黙って部品を取り付けてればいい。合計金額が知りたいなら想像に任せるよ。本当に人使いが荒いな。見るといいですよ。ヘッドライトに取り掛かる前にバッテリーを外します。私にはマイクから与えられるショックだけで十分です。地図データも読み込ませたところで早速使ってみましょう。 OK ボタンを押します。旧道をひたすら走り、迂回路に出たら道を誤っています。幹線道路でロンドンへ向かえばすぐさま奥さんと落ち合います。案内の音声がいまいち気に入らないので変えた方がいいかも。仕事仕事。水もあるよ。素晴らしい。やった。僕はもらうよ。うまそうだ。ポール、それは？ああ、いいね。アイスクリームか。何味？ニン。エンジンだけの分解修理で解決するような問題じゃなかった。キャブのダンパーやエキゾーストディストリビューターコードも。もういい。分かった分かったよ。大変だったね。うん、お疲れ。もう走りは問題ないね。もちろん。これは良さそうだ。さあ見てくれ。綺麗だろ。ああ素晴らしいね。僕も仕事をしたから君も頼むよ。容赦がないね。それが僕なのさ。タイミングだよ。ちょうど内装を外し終えたところだ。ところでボディカラーのことなんだけど、今回のテーマはサーフィンって言ってたからルーフラックとかもつけるとして、コルビアのカラーサンプルをいくつか選んでみた。このマリーナブルーなんてどうかな。すごく深みのある青だ。僕はこれがいいな。あとこのシーフォームグリーンも悪くないと思うんだ。いやこれがいい。こっちの方が絶対いいと思うよ。内装の色は赤だ。なるほど。ってことはこれはないな。ああこれはまあ悪くない。シーフォームはこっちだな。これでいこう。いい。ポンドくらいは欲しいな。え2000ポンド。200ポンドだよ。何200ポンドさ。こういう安くて楽しめる車に必死になることはない。大きな利益も期待できないだろうしね。200ポンドで作業も楽しめよ。たった200ポンドでパンダ 4x4 を最高のオフロード車にしてトランスミッションを修理しろってこと？その通り。考えてみろよ。うまくいけば素晴らしい車になるぞ。パーツはリサイクル品を使えば車はかつての姿を取り戻す。売却はいつもうまくいくだろう。エド？エド！カムバック！この車好きになってくれよ。なあ一人で作業場に行く。その予算の話なんだけど、もしかしたらちょっとお金をかけすぎたかもしれないんだ。これにね。いいタイヤだけど値段はいくら？1本50ポンド。僕は予算の節約のためにパーツを再利用したんだぞ。それなのに君は新しいタイヤを買ったのか？安全のためには必要な投資だ。
走行中に君が頭をぶつけたりしないように守ってあげてるんじゃないか。自分の安全も守った方がいいよ。スパナが飛んでくる前にね。おい、やめてくれ。退散するよ。その前にボディを何色にするか決めなきゃね。ああ、どうするか悩んでたんだ。ミリタリー要素はなくしたいな。だってかなり変わった車だろ。キャンプ要素をメインに持ってくるならヒッピーっぽいのがいいな。パステルカラーとかデイジー柄とか絞り染め柄とか。ちょっと待って、絞り染め？ああ、パステルカラー？うん、デイジーだって。すごくクールだろ。時々君が心配になるよ。この車に求められてるのはミリタリー要素だぞ。つまりアーミー柄とかマットブラックだよ。市場が求める色にするのは当然だろ。絞り染めって何？見せたいところがある。ダイニングテーブルと椅子を縛っておく棚をつけた。それからフルサイズのシングルベッドだ。おー、エド、さすがだ。よくできてるよ。このベッドは僕が使わせてもらう。これは僕が使う。君は寝袋だ。もう寝ぼけてるのか。そうはさせない。おー、いい。やった、来たな。エンジンに手を加えるっていう君のアイデアにはぜひチャレンジしたい。なんたって副燃焼室付きのエコなエンジンだからね。理屈はいいから車を中に運ぼう。ほら、早く。順調です。エド、何やってる。掃除はほうきとちりとりで頼む。掃除機はダメだ。今回は生態系リソースの無駄遣いを控えよう。進捗状況は？おっと、そういえば車のエンジンをかけっぱなしだ。行くよ。使うなって。自然に任せることにしたぞ。何してる？靴は脱ぐよ。待ってて。やだよ。まるで羽のように軽やかなアクセルさばきが必要だからね。右足で直にその感触を確かめたいんだ。メーターに頼らず自分の感覚を信じるんだ。僕には理解できないよ。そんなはずないさ。素足で運転するのは気持ちいいぞ。ポンコツを見せられて喜べって。こんなの作業場には入れたぐらい。なあ、サイドに書いてあるこの文字を見て。持ってきたんだ。何を？君の好きなもの。とにかく見てよ。アルカンターラ仕上げのシフトブーツさ。うん、いいね。だろ？サイドブレーキブーツもあるよ、うん、こっちもアルカンターラ。ダッシュボードも張り替えよう。オイルキャッチタンクも新調した。もうないだろ。いや、オイルパンも買ってきてあげた。仕事が山積みだな。俺はいいよ。